うい。なんか招待されたんでやりますわ。まもなくゲームスタートです、ね。身分を確認してください。行きましょうか。1月2日に人狼やってるやつなんて基本暇人しかいないんでね。夜が来ました。目を閉じてください。私もやってる一人間なんで暇人ですわ。さあさあさあ、今回スムラですよ。スムラやったらどうしようかね。スムラの役あたりが禁止なんで、まあ普通にやりますか。マジでなんか人外の方が難しい気がするから、スムラの方がちょっと安心やね。初日狂人を釣ってもいいって追ってる思考はどうかちょっとわからんけど、時と場合によったらめっちゃ怒られる可能性あるけどな。まあなんとかなるでしょう、知らんけど。まあ結局は役のあれを間違えんかったら勝ってたりはするっていう人もおるけど、実際どうやろうね。そこを間違える時もあるし、残念シーンとかだって応募にしてありえるし、なかなかね難しいですわ。朝が来ました。じゃあ行きますか。よいしょ。昨夜は誰も死にませんでした。5番5からね、俺最初発言やん。発言1だけはめっちゃ強いけど、大したことしゃべれへん。霊媒師でーす。霊媒師。霊能ね。まあ、このポジションなんで、まあ、初日は指定打ちません。何してもあげません。ただ、一つお願いがあって、まあ、占い師は、まあ、1周目に必ず出てきたので。うん。まあ、まあ、1周こう回ってきてね、まあ、大体2周にドーンって出す、宗教派の人もいるわけですけど、まあ、例えば、狼が、まあ、打つ城先、まあ、考えたりするわけで、まあ、グレーのコントロールっていうのを試して発生するから、まあ、それを防ぐために、まあ、情報量が少ない中で、まあ、必ず占い師に関しては、まあ、この後の発言、まあ、あと1周目の段階で必ず出てきてください。うん。ぐらいですかね。はい。6番。のプレイヤーは発言してください。占い姫で決まんね。はい、お願いします。小馬さんに思ったのは、やはり人内がどこに城を打つかっていうことを考えるんだったら、まあ潜伏もありだったんじゃないと思うかな。その思考を持ってんだったね。多分一番面倒くせえのが、占い師が小馬さんに城を持って小馬が死んだった場合ってね、そこを持った時に人内潜伏した時って強いんだね、その場面って、まあ、その部屋村の形勢はね。それは6の言うってこと、正しいわ。それぐらいかな、小馬さんに思ったことは。それ以外の進行論自体は特に気になることなかったっす。思考回避だけ。これは思考の更新が大事だと思ってるんです。1周目聞いて、ここが変だな。ここ2周目聞いて、ここが良かったとか、また逆もしっかり。それがあったら必ず理由を述べてください。これはあくまで初日じゃなくて2日目以降でも同じ。満面変わった時って思考の更新になるから、人外って思考の更新の理由が甘かったりとか、思考ロックしたままと俺は思ってます。では以上。7番。のプレイヤーは発言してください。もしもし聞こえてますか？よろしくお願いします。占い師の4番の白子さんに白が刺さってます。まあ5番さんの対抗がいるんだったら8番さん以降にも出てきちゃってください。なるべく騎士っていうのは派手な動きしてほしくないのと、7番の占い師に入ってほしくないです。お願いいたします。6番さん、5番さんに対する潜伏した方がいいんじゃないっていう、そのなんだろう、人外が動きやすくなるみたいな、その6番さんの発言こそ、後の人が潜伏を選んだり、その891とかの発言を聞きながら、例えば、2番、3番さんにいるとしたらね、動きやすい発言をしてるような気がするんだよね。誘導をかけてるのかなと思って、興味はあるかなと思ってました。例えばだけど、26ローローで2番さんが出ること決めてるときに6番さんがそういう発言をしないのかなと思うけど、興味はあるかなと思ってます。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。そうっすね。まあ5番さんに関してはまあ対抗出なければいいのかな。興味なんか全くないやろ。まあ6番さんが別に、6番さんが言ってたのは5番さんが、例えば新占い師で5番さんに白を出してたら、それで平和村だったら弱いよねっていう話してたんですけど、うん、まあ、全くその通りなんですけど、まあ、そういう話するとは思いましたけどね。
全くその通りなんですけど、まあそれはそれで盤面になってからでよくないって思ったから、まあそれで話すと思ったんですけど、まあ、7番さんがそこで陣外が動きやすい発言をしてるっていうのは違うかなって思うんですけど、うん、別に6番さんはまあ占い師は5城で平和目だったらあれだよねって言ったけど、別に陣外が動きやすい様子ではないとは思いますけどね。それが9番のプレイヤーは発言してください。はい、出まーす。7番霊能使用、7番占い師で4番に白を把握しました。まあ7番さんはね、なんか間違えてるわけじゃないんだけど、深掘りしすぎてる感じがあるね。なんか6番は要は平和村で4番が腰が立った時とかめんどくさいんじゃないかって言うけど、まあ確かにね、何も楽しくない家でやっちゃうと思いますよ。そんなもう大ブレランの平和村とか思いますけど、ほらまあ8番はね、なんか別にみたいな感じだけど、いやなんか俺はなんかあれだな。あとまあ8番ってなんか5番で近くしたらいいなみたいな言ってたけど、5番の太鼓出た方がいいと思います。出てほしいですね。出た方がいいって言ったらなんかそれこそ誘導みたいに見られてても仕方ないけど、だからあの段階で5番っていう霊能っていう、まあほぼ占いが2仕様ぐらいになるところで、5番があの位置で近くしてもなっていうなんかところあるじゃないですか。まあそういう意味でね、まあ、8番別にそれ何の要素もないです。うん、で6番も何の要素もない、狼要素もないし巨人要素もないと僕は思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。多分7番さんって6番さんの発言自体を理解してないのかなって思ってました。分かる。6番ってどっちかっていうと陣外の動きを縛ってる行動なんよね。どっちかっていうとね、もし6番が後白だったときめんどくさいよねっていう陣外の行動を一つ潰してる行動ではあるから、それ言われたら結構しづらいじゃん陣外っていうのが6番の思考だから、7番ってそこら辺まで分かってなさそうだなと思うけど、ただただ理解してないだけの可能性はある。だから9番さんもよく分かってなさそうだなと思うし、なんか5番が一角する前提で話してるのもめちゃくちゃ臭いなと思ったかな。8番さんもなんか同様にあんまり理解してないよね、7番への話し方的にって思ってるから、9番のが一番臭かったかな。その5番の新助してんじゃねってワンチャン思った9番してん、なんかどこで悟ったのか知らんけどっていう感じかな。現状そんな視点かなと思ってます。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。9の更新、はい、そうでした。自分があまり聞き逃したんですかね。ちょっと6番はなんか例えば5番が占い師で4勝出てた時みたいな話をしてたような気がしたんですけどね。秋葉さんはなんか違うこと言ってたなぐらいですかね。そうじゃなくねえか。で7番さんは6がなんか陣外だみたいなこと言ってましたけど、7番さんは C 占いやったら別にね、陣外が先風将が2周目に出てくるのが別にいいんじゃないかなと思って聞いてました。7番さんちょっと偽なのかなと思って聞いてましたね。いや、わかるよ。8と8別に自分はあんま気になるとこなくて、1番さんが8番さんをなんか把握もらえみたいな理解してないよみたいなこと言ってましたけど、自分はあんまそんなに感じてないんで、まあ9番と1番がおかしいかなと思ってます。ん ?3 番のプレイヤーは発言してください。ん2番さんってなんで7番さんしか出ないのに7偽って言い出すの。あ、それ言うなら5番さんのことももっと有益じゃん。5番さんは固まってんの、2番今さてなんか見えてる。でも6番さんってそうよね、どっちかっていうと陣外のこと縛ってるっていうふうにこう読むとまあ分かりやすいよな。9番さんがね、5番さんに対して、いや俺僕5番さんに、ね、ライン提示するっていうから、その位置で、うん、できんのって、じゃあ潜伏して一人でも釣り殺した方がいいんじゃないって5番さんが死んだ、そんな目線があったけど、なんか2番さんって話聞いてないんじゃないですか。なんやろこの村。全員が全員で理解してないような気がする。俺も理解できてないのかもしれんが、4番、はい、こんにちはのプレイヤーは発言してください。なんかいや分からん、僕も理解してないのかもしれませんけど、そもそも6番って5番の思考の流れで5番は1周目に占いを出てきてほしいけど、出ることによってなんか例えば陣外が5番が心霊のやった場合にそこに白を刺したりするから
うんぬんかんぬんって言ってて、6番5番の進行論を聞いた上で、なら5番は潜伏した方が良かったんじゃないかと問うたんじゃないでしょうか。だからなんか、いや、もしかしたら俺が間違ってんのかな、俺の理解が乏しいんかもしれん。現状変なのは2番。2番が1番と9番が変というか、1番が一番最初に挙げた怪しい位置っていうのは、9番が最一番怪しいところで、時点で8番が話を聞いていないという評価をしてるから、2番が、1番が8番を、一番怪しんでるって捏造してるなって思いました。はい、それぐらいです。でも7は偽っぽいっすよ。5番のプレイヤーは発言してください。はい、場面はこれですか。小四郎、江戸丸さんが、あ、なっちゃったら小四郎だって笑った。笑ったわ。そうだね。ちょっとじゃあわかりました。まあ6番の解釈は多分4番が一番正しいと思ってます。わかりました。じゃあ6番が、まあ村か陣外か知らないですけど、うん、じゃあ今後は、はい、じゃあ西日に出ようかなと思います。そうね。理解してるのは俺だけだと思う。まあ、個人的に引っかかったっていうか、まあ、言ってることが意味わかんないの、俺、2番。うん。で、なんか、話の順序が違和感に感じてるのが一番かなって思ってて、うんうんうん、その、6番の発言を、まあ、みんな理解してなさそうだよね。二騎士？あ、オッケーオッケー。だよねって言ってるのが、なんか、まあ、7番から触れて、で、まあ、もちろんだけど、6、7、8、9っていう順番で発言してると思うんだけど、まあ、6番の発言って、まあ、割と汲み取れてなさそうな人がちらほら言ってて、まあ、その、まあ、なんだ、1番の位置って、まあ、9番の次の発言じゃないですか。うん。で、1番って9番から触れて、で、最後に8番にちょろっと触れてる感じが、まあ、そこだけちょっと違和感感じたってぐらいですけど、ね。まあ、それがどういうラインなのかわからないですけど、なんか話聞いてて、まあ、話の組み立て方が違和感に感じたって感じですかね。はい。ぐらいです。ランシテは先ほど言った通り、しません。まあ、いいんちゃう、ランシテシアンは。のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、7番8番でならば、まず7番は話を聞いてない人物だと思ってるから、うん、そもそも心象があり、ただ8番が真かどうか知らん、そこは7番8番の発言を聞こうかなと思ってるし、うん、あんまり説明したくないんだけど真かはね。1番正しい理解をしてない1番、でまあ、4番さんが言った理解はちょっと違っていて、マジか、新占い師がむしろ新占い師が5番に白を打って、そのまま陣外が潜伏するにした方がめんどくせんだよ村としてはね。まあ、それが一番危惧したとこ。うん。まあ、その場合、平和村っていうのは、村人に、一郎もまた時って強いからね。まあまあまあ、それです。それはな。まあ、一応2番さんこれで分かったかな。2番に関しては、2番騎士が一番でけえかなと思ってるし、1番に関しては話聞いてると思ってる。うん。だからあまり釣り議論はない。まあ、9番に関しては、そこまで5番の対抗出てほしいのかっていう感じが分かんなかったんだよ。なんでだろうなと思って。うん。まあ出ればいいし、出ないんだったら出ないでいいし、なんでそこまでと思ったから、9番に関してはそこはよくわかんなかった。3番に関しては、2番の7番の偽要素っていうのは、そこは別にいいんじゃないと思ったかな。2番が7番を偽っていう感情はいいと思ってるけど、2番はそもそも変なのは、もう話聞いてないっていう話なんだよ。多分理解をしないのか聞いてないかわかんないから、うん、2番の変な要素そこなんだよ。結局理解してるかしてないか、まあ、一番に関しては俺はあまり釣りたくない人物かなっていうか、普通に一番話聞いてる人物、まあ9か3かなと思っていて、まあ現状9、3だった場合って9番がよくわかんねえ、4外され、あ、4片知る、その9番がん、あの言い直したかもしれないけど、5番の対抗、いや出た方が楽だ楽だ楽じゃないって議論がそこまでと思うかな。まあ普通に多分 2番面で、例えば占い進路霊能心境だった場合って精査しやすかったりね、その場合占い噛まれることもあるし、はい、7番のプレイヤーは発言してください。なんかさ、そもそもこう2番手の位置で難しい話されても分からないものは分からないし、汲み取れてるからって知る要素になるって、それ6番さんの主観じゃないって思うんだけど。別に違います。汲み取れてるから、汲み取れてるからこの村で釣られないの、そんな理論ないと思う。
2番さんで軌道修正してほしいんだけど、7と8で1本あの提示して、そこの2提示にしてもらえないですか。自分6番さん釣りたいです。というか占いたくない位置ですね。あの核人外とは言わないんですけど、1周目にも話したと金がねえかというかできねえ。あの6番さんは強人かなってやっぱり思ってる。ちょっとそれ割愛していいですか、時間が足りないんで。いいよ。で、時点で3番さんではあります。2番さんのわけのわからない話の方は聞いてない発言の後だから、結構白位置的になっちゃってるかなと思ってるから、だから 6。なんで白位置を潰そうとすんの。8番のプレイヤーは発言してください。まあ、一番さんはそんなあんま発言聞いてなかったと思いますけどね。僕が一周目に行ったのって、六番さんで占い師出てきて、5に白を出して、平和村だったら強いねって言ったことに出して、七番さんがなんか言ったから、え？そうなの？なんか人外有利なこと、七番さんって六番さんに人外有利なように言ってるって言ったから、あれ？そうは僕は思わないけどねって言ってたんだけど、一番さんも結局同じこと言って、人外を縛る行動だけど、みたいな。人外を縛る行動だよねって、8番さん話聞いてない。同じこと言ってるようには感じたんですけどね。まあでも自分は、なんだろう。あんま人外で、人外を動きやすくしてるようには感じないなって一周目止めてただけなんで、うん、そこで1番さんが、人外の行動を縛るとも思ってないんだけどね。意味わかんないんだけど。6番さんが占い5白飛ばして、占い5白で、これこういうことによって人外が縛れるんですよねっていう発言の方が謎でしたけどね、1番さん。でも6番さんは1番さんが一番話聞いてると。人外縛れるのって思うんですけど。縛るか縛らんかよりも人外縛りやすいんですよね。意味わかんないですけど、7番さん3番さん、まあでも3番さんね、まあ3番さんなんで7番さんに偽で5番さん死んで5番さんの対抗は何も言わないのっていう殴りは、まあまあなんかちょっと黒かったっすけどね。なんでなんか理由割と言ってたんで、なんか理由もなくなんか言ってたんだったらまだわかるけど、なんでなの。9番のプレイヤーは発言してください。さすがにやろ。さすがにね、なんか8番狂人6一狼か、まあ、8番1番狼で6番が狂人とか、なんか結構ね固まってきた気がします、自分の中では。でね、なんか7番も6番狂人やと思って落としに行く、まあ、そこぐらいじゃないかな。まあ、なぜそこまで繋がるかというと、まず今の8番の発言の前に、1番が、まあ9番に対して、まあ5番の新助をしてるんじゃないか。僕が言ったりも言いましょうか。まあ6番さんも同じことで僕に来ましたよね。9番か3番みたいな。あのね、5番さんがあの位置に近くしてもなーっていう不安があるわけですよ。村人目線って。だから、なんか対抗出て、そこローラーかけてっての占いシーンかけた方がいいんじゃないっていう話じゃないですか。占いが噛み抜かれたらまた別の場面になりますけど、っていう話やから。だから5番の対抗が出てほしいなっていう発言が新助になるのかどうかっていうのを考えてもいいです、みんなは。まあまあ。だから1番がね、フォーカス向け方怪しいと思いますよ。それ人狼の持ち方かなって俺思っちゃいましたし、どっちかって言ったらそこを避けてる6番が、なんか強人目に移っちゃうところもあるし、8番の今発言が強人だったとしたら6、1も全然あると思ってますけどね、どうだろう。まあ、今さえとくとね、なんか6番の発言から4番が5城だったり、5番が4城だったりの発言で、じゃあそれを9番がね、じゃあ仮にね、なんか捏造したとします、入れ替えてとして発言の内容を、だったら9番返しっていう風にならないから、2番さんはちゃんと2周目で喋ってほしいと思ってますよ。まあ騎士なら騎士でいいんですけど、はい。でまあ3番も結局結論としては出てないから、その位置で発言がだから野放しにしたくないけど、なんか俺が今のところね、1番から6番でめっちゃ迷ってますね。内訳次第かって感じ、自分の中でもうちょっと整理して2周目の1番だけ。1番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあ8番さんに一応言っとくと、あのこの盤面だって8番さんが5城出してる盤面になっても未だに言っとることがわからんのっていうのは聞きたいんだけど、じゃあもし6番さんがあんだけ圧かけてなくて7番が潜伏したとしたら、8番が5城の平和村っていうすっごいあの村にとって弱い盤面ができとったのわからんかな。8番さん6番があれ言ったけん、結構人外ってさ、あ、出なきゃいけないなって思うくない？
で、8番さんが潜伏して結局決まったわけじゃない。言っとることが伝わらんかなと思っとるけど、まあいいやと思って。で、まあ、現状9番3番で悩んでて、うん、まあどっちかというと9番よりかなと思ってます。じゃあなんで6番弾けるのって僕視点では思うんだけど、6番って、まあ強靭はあるかもしれない。5番が1番に割と票を入れたがってる雰囲気の中、6番が1ローで見たときはまだわかるかもしれないけど、うん、6番がもし狼だったとき1番って結構釣りをしやすいから5番の発言の後でね。うん、ってなったとき6番があんまり俺視点は狼に見えない。まああっても白人外って感じ。うん、で、9番さんに関してはなんか話を返すんだけど、あの9番さんが言ってることってただただ人外に語りかけてるだけだよね。あの霊能、もし5番さんが一角だったときに霊能対抗出てくださいねって人外に語りかけてるだけだから、それをどういう要素なのって感じだし、言ってることが意味わからんくない。と思うわけじゃん。感じかな。まあ、7番、8番に関してはね、なんか7番さん、6番さんの話も理解してないし、ね、8番さんはなんかこの盤面になってもなんかよく分かんなさそうだから、ちょっと占い神経本当に分かんねえ、聞いとって。まあ、と思って。その話どうしてもよくないか。9番からとりあえず、黒打たれても返せんしょ、9番って思ってます。以上。2番のプレイヤーは発言してください。はい、ちょっと6番の話をちょっとあの聞き取り違いをしているって、まあ、6番から指摘受けたんだけど、自分はね、6番なんか占いの話をしてるんだろうなと思って、占いを潜伏した方が別に5番理論だったらいいんじゃねみたいなこと言ってんのかなぐらいで捉えてたんだよね。うん、で7番が死んだった時に別に対抗が潜伏して2周目から出てきても別にいいんじゃねと思ったっていう、まあそれだけなんですよね。あ、まあわからんね。まあ、6番は何言ってるのか、あの、人にあんまり伝え、例えが、5番が霊能なのになんか5番が占いで、みたいなこと言ってるんでしょ。ちょっと俺はよくわかってないわ。よくわかってない。で、なんだろうな、初週、ね、自分が、9番が言うのもわかるよ、でも。あの、5番が4しろって、5番が占いだったとして4しろだって、6番が言ったような気がしてて。で、基本それ逆に言ったからって、それ人外要素じゃないでしょって言ったら、そっからの。で、3番が、2番が7番を2セット行って、るのが人外だ、みたいなこと言ってたんだっけ。うん。はい。で、どうなんですかね。ね、5番が死んってのもおかしいでしょって、何がおかしいの？ちょっと3番の意見聞いてね、うん、ちょっとね、3番がおかしな人なんじゃないかなって、一瞬目は思ったんだよね。うん。はい。だから6番がなんか1マットって言うんだったら、ああ、93がおかしいのかなとかも思うし、うん。はい。まあ、サーバーさんのね、あの話を聞きました。あの、別に2番に触れなくていいんで、ちょっとサーバーさんの考察聞かせてください。3番。ね、これのプレイヤーは発言してください。ああ、考察員のね、二番さん。二番さんを疑ったことを弁明しなくていいのね。追加します。はい。一応言うのは言いたかったけど。いや、僕ね、九番さんにシンパシー感じたんですよ。六番さんってね、九番は、わけわかんねえ、なんですよ。三番は、なんか、まあまあ、そこだけがおかしいね、みたいな感じなんですよ。うん。多分ね、6番が村だったら、3球、どっちもわけわかんねえってなると思うんですよ。1番さん評価でしょ。で9番が、8番さんこれ2世だと思ったでしょ。だって7番さんって、ランテージ上げようぜって言ってるのを、フル無視して8番でずっと延々と喋り続けてるんですよ。どこ上げるか。9番が何やったっけ、野放しにできないっていう言葉がね、なんかちょっとイラッとは来たんですけど、9番って、もう多分それって村勘定なんかなって思いながら、初週の5番さんが2世だっていうのも、ああ、ここで5番さんのその2世だと思った理由言いますね。9番さんにシンパシーを感じたっていうの。うん、5番さんで初週でね、もう一回言いますけど、LINE ページしますって言ったんですよ。このうちで今は LINE ページできんと、そらそうやなと思いながら、あ、2週目でやる気なんやと思って。その前半して、だから2世かなって思ったんですよね。誰もが4番に触れないというね。もうね、とても面白い、まあ、構図になってますけど、僕、9番に乗っかりますよ。はい。861人外じゃないですか。はい。4番のプレイヤーは、まあ、誰も4番に触れへんってことは、狼視点でも4は白付けされてるんですかね。
現状正直は占い真偽が分かんないです。7番視点の中で6番を強靭として落とす、これはまだ分かります。7の思考の中ですから。しかしそれで3番が白い字になるから3番が怪しくなるというのはささかどうなんかなって思っておりまして、少なくとも7番視点6番を強靭として落とすのであれば占い師ってほぼ1番固定じゃないですか。例えば8番強靭、6番1番狼の世界線もあるからあるし、6番が1番の狼に気づき6番を強靭として落とされた場合の18ロロってあるくないですか。ただし8番は8番で僕はうーんって思ってるんで正直わかんないですが、7番の方がなんか軍配が下がってます。で結局なんか6番のその進行云々の話だけでほぼ終わってしまってるなっていうのが感想でありまして、そもそも、まあ、9番の思考はある程度理解できるんですよね。22番目になってほしいとかって別に何でもよくないですか。普通に9番の思考の中で霊能にニナを使ってから占いの決め打ちをする、3ナは使ってニナは少なくとも使って確定で一陣が落とす占い仕様で、なんかすり例えばじゃあ僕がね最初の1日目の発言の初週で今日は占い師に3仕様になってほしいなーとか言ってこれで人外要素になるんですかって思ってるから、だから僕は1番が9番に対してその要素だけでなんか9を人外塗りしてるのがすごい怪しいと思ってるんで1番を釣りたいと思っております。以上です。投票を始めてください。マリアン、今じゃないべ。2番目になってほしい、1、3番目になってほしいとかそんなんだけで別に人外要素ではないやろそれって。1番のプレイヤーが選ばれました。3、6が8、6、8が3か、6、8が3、7、3が6。1番のプレイヤーは発言してください。2、4、5、9、2、4、5、9、1番が9番、2、4、5、9、2、4が俺に来てんの。86が3、86が3、73が、ここで結果大体見るやつは大体人外です。73が6にいっとる、うん、なるほどね。言っとる意味がわからんのんだけど9番の。いや逆に、これ4番が9番とか3番9番とか9番8番とか全然あるかなと思うけど、全然9番起点であると思うけどな。いや9番の言っとる論が何一つ通ってないと思うんだ俺。いやただただ人外に語りかけてるだけだよ。いやなんかおかしくない、村の発言としておかしくない、どう考えて。人外に語りかけて何の要素が落ちるの、単純におかしくないと思うけど。でもし9番が狼じゃねえや、スムラだった時もどうせ黒跳ね返せないでしょこの状況でって思ったから、発言的におかしい、おかしいのは分かると思うんだけどな。言っとること分からんかな。分からん。え、なんか、単純におかしくない発言として。いや、なんか、ただただ人外に語りかけてどうなるみたいな。なんか、村の発言として、なんか、なくない、どう考えても。いや、ありや。4番さんの持ってき方もむっちゃ臭いんだけど。7、8に関してはね、あんま話、なんか、理解してなさそうだから、ちょっともう、どう頑張っても真偽はつかないかなって感じ。一番さんに関して、あんだけ語りかけて、もう分かってくれんかったら、一生分かり合えないんだろうなっていう感じかな。まあ、いや。もう分かんない、俺じゃん、こうなると。以上。これ、人外です。夜が来ました。確実に黒落ちてます。目を閉じてください。確実に黒が落ちてます。人外に語りかけてんのかな。 2番面で霊の釣り切ってやりたいですね。占いさんしようなってさ、釣り切ってちゃんと骨折したいですね。これだけの要素やろ、これだけで人外要素なんのか。人外に語りかけてるか、語りかけた結果なってへんねんからさ、実際問題なってへんわけですから。こたびねこの盤面がそれで計算されてへんわけやから。それでなってるなら、例えばさ、霊能進路占い師、霊能進路占い神教のなんか9番狼で、霊能とつながるとかの世界線ならわかるけど、結局語りかけてかけた結果何もなってへんねんから。朝が来ました。昨夜死んだのは中身
7番。7バチにせやと思うねんけど俺。8番のプレイヤーは発言してください。1黒ですよね。あ、1黒ガチで、3番黒です。3番黒です。結果語りました。3黒あれっすね、7番紙入ったんで、やべえ7番強人だったんだと思って、あれ俺が強人のふりしようと思って3番人狼だったんですけど、3番を結果語って、黒、白って言っちゃいましたね。はい、本当は3番黒です。以上です。いや、9番。うそやな。のプレイヤーは発言してください。まあ、待てよ。これは、3黒。8が、3黒って一回チャット打ってもらっていいですか？じゃあ、うん、ちゃんとしようよ。そこら辺ちゃんとしようよ。まあ、8番が、どういう状況これ ?1、3狼でやってたってこと？で、3番の6番投票も、まあ、若干気になったけどね。まあ、そもそも1番のヘイトの向け方が、人狼、なんか1番が素でいってるのかまで俺、追っちゃったんだけど、うん、5番の対抗出た方がいいっすね。な、5番の、あのところで、まあ、自分ってスムラだから、要は2番が騎士だったわけじゃんか。うん、まあ、結局、後輩地に役はいたんだけど、出てほしいって促したのが、まあ、人狼として、9番が人狼として黒を打たれても跳ね返せないっていう教科書があるんだったら、まあ、それがみんなに伝わってたら、満場一致で9番釣られてるはずですよねっていう話だから、まあ、1番と9番の話だったら、まあ、普通に論破。そこで論破っすね。その段階で。票が物語ってると思います。確率論で、この村の。まあ、結果、人狼だったから、まあ、わかんない。素で言ってる可能性もあるけどね。あれよ、なんか、本当に、9番、マジで、なんでわかんないよっていう。まあ、ちょ、もう、投票結構分けられるかな、これ。まあ、投票結果こうやけどな。まあ、とりあえず3番釣りの進行だね。そこから整理していこうか。なんか、ここで、まあ、まあ、喋らない方がいいな、なんか。ごめんね。はい。8つって3つってのプレイヤーは発言してください。はい、あんま喋んない方がいいと思います。3番のプレイヤーは発言してください。中1ライン切り？中1ライン切り見ない。9番手や、8番があの状態で、まず3しろって言って、あ、1が黒だったら3だって。8思いっきり強人や。9番ってもともと8に2設定見てなかった、見てたやん。9、1、6っていう話したやんか。うん。で、それに代わって8番があんな状態になっても、8番進化もなっていう進行を落とすの。なんで俺が9番に乗っかって、1、6どっちかかな。まあ、6投票は4番がかなり位置をしたから4番ケアスなんかな。俺ぐらいで4番のこと気にしてたの。まあな。8釣り、6球精査するわ。4番のプレイヤーは、まあ、別に9番の3番つって8番投票を、3番つって8番釣る。間違ってないんじゃないでしょうか。少なくともこの段階で8番の結果がどうであれ、3番白結果から3番黒結果に変えてるとて、じゃあ3番つって終わらなかった場合、8番が偽、7番が真確定して、4番が確定しろなる。これだけじゃないですか。だから9番の進行が別に間違ってると僕は思わないです。で、そうなった場合に4番が確定しろなって、3番で終われば万々歳ですよ。で、まあ、3番で終わらなかった場合、4番が確定しろなんて、8番をつって、その後6番、9番で精査すればいいだけ。これだけのお話だと思うんで、3番をつることに僕は何の抵抗もないです。はい、3番つりまーす。でもどうなんでしょうね。まあ、5番がどっちを釣るのか、3か8。3、8のランになると思うんで、どっちを釣るのか決めていただきますと幸いですが、私は3番釣ってもいいのかなって思ってます。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、8番さん、あれですよ。見捨てだったらね、やっちゃってますね。3、白から3黒に変えるの。うん。まあ、3黒で3釣って、まあ、3番釣りいいと思うんですけど、なんだろうな。3番つって追わなかったら8番って偽破綻するじゃないですか。うん、で、ビリゾンで4番の漂白が見ったんですね。で、まあ3番釣らないで8番から釣った時って、まあワンチャンス4番の漂白見っていう懸念があるから、そうそうそう。まあ村目線4番の狼懸念持とうねっていうのがなくなってしまうので、ちょっと3黒はちょっとね、悪手っすね、はい。まあ、8番さんが本当に3番黒だって言ったら、まあ、3番が釣るすすけどね。うん、はい。基本的に、まあ、3番つって、で、8番破綻します。まあ、4番白起きだよね。で、1番9番殴り合いから、あまり1番、
と9番の狼ピアセットに見えないよね。わかる。なって、まあ6番かなっていうふうに。わかるよ。その週末は見える。7番、8番打ち明け振動だった時って、まあ6番めっちゃ無駄かなって思ってて。なんか、その6番がその1日目死ぬ時に僕に言ったことって、まあ7番がプルスかプルスか言ってて、うん。まあ8番も、まあ、結局5番白出したところが、なんか6、8、6、7に見えなかったから、7、8振動だったら、まあ、6番無駄かなと思ってたけど、まあ、心境だったら話別だねって言ってたから、うん、まあ、本線、まあ、1、6かな。わかるよ。本線多分1、6やと思う、俺も。まあ、9番じゃないと思うわ。まあ、3番次が、まあ、この状況は、まあ、4番が狼懸念の、を払拭するために、まあ3番から釣るって感じ。そうそう。4番村木できるよねって話ね。はい、俺が今の発言超村やと思ったら、3から釣って4の隠しろしてって。一応2番さんと5番さんに行くと4番隠しろね。7番が4白で、8番が3から打ってるから4番隠しろね。わからん。それはわからん。ないから4番が隠しろって言ったのはちゃんと理解してね。それはわからん。だから6番、9番の精査。俺はあまり1番、9番の狼像見ないから、確定か。7、8、まあ、多分7、8の振動だった場合の神が、多分7、8神経なんだろうなと思うと、割と8番が死に見えると思うんだけどな、狼視点と思うから、割と1、3が素直なんだけどね。と、6番が思うんだけど。なんで7番見したんだろうね。うん。7番と8番の光だったら7番確認性かなと思ったんだけど、7番の中で6番強靭になり、3番が気になる視点を持ち、7番の中だったら次は多分6番じゃなくて3番。7番って、3番の黒覚えてるんでしょ。多分7番が偽かなと思ってたんだけどね。うん。昨日の発言聞いて。だよ、8偽。一番と9番のやつ意味なかったよ。3白、6、6黒やろ。9白で。どう思います？まあ、3番つって8番でいいんじゃないでしょうか。うん。ただ、8、7の新居だった場合って、8が真にしか見えないけど。8強靭視点って多分4黒なり、3番って黒かったし、もしくは3白のままで突っ張ればいいと思うから、うん、8番が3黒つってのがあまり強靭コードに見ないですね。うん、投票を始めてください。ありえん、ほらじゃないべ。まあ終わったら終わりで、終わらんかったら終わりで、終わらんかったら終わらんで、6級の精査すればいいし、正直1級には見えんから最終6に行くんやろなっては思ってるけど、2番の2番を組み取って3番のプレイヤーが選ばれました。自爆しておくさ。ゲーム終了。GG、ありがとうございました。村人の勝ちです。